ムカワチンは、中国南北朝時代の正義、北州、及び隋、等の支配層を形成していた集団のことである。赤老集団とも言う。最初に、この集団に着目したのは、新朝の交渉学者である張翼であった。張翼はその二十二史さっきの巻十五に、周隋とおみなし辻、ムカワという項を立てて、この集団について精史に基づいて論証し、 ムカワチンは大きな集まる所であると述べている。赤老集団の語を用いて、さらにこの貴族集団に関して論称を推し進めたのは、チン・インカであり、東代政治史、術論考等において承述されている。また、日本の谷川道夫も、隋唐帝国形成史論等で論称している。ムカワチンとは北義前期の首都の平次郎を、北の十前から防衛する役割を持っていた六つの、 のののうちの一つのことである北魏では各国境に強度、扇皮系の名族を移り住ませ、その上に陳賞を置き、彼らに統治の軍政を行わせ、防衛を行っていた。他の地域の秦は北魏の中央集権化が進むとともに廃止されるが、六沈のみはそのまま残され、ここの沈民たちは先民として特別待遇を受けていた。しかし、 北義の管化政策が進むにつれて、この六鎮の地位も下落し、高文み三により落葉に遷とされたことで、六鎮はほとんど流刑地同然になった。この待遇に対し六鎮では不満を抱く者たちが続出し、六鎮の乱が起こると北義は大混乱に陥る。六鎮の乱はしか主衛により収められるが、北義の混乱はそれだけでは終わらずに、軍閥の拡挙状態となる。 この戦乱を勝ち抜いたのが、六鎮の一つ懐ついた父親出身の交換と、向川陣出身の宇文康氏である。交換と、宇文康氏はそれぞれ皇帝を擁立し、北義は交換の闘義と、宇文康氏の正義に分裂する。宇文康氏は、向川陣出身の者たちを集めて、軍団を作り、正義の支配集団を、向川陣出身の者で固めた。正義の支配地は、 現在の先生省と官宿省であったので、このことから、ムカワ軍閥のことを、赤老集団とも呼んでいる。赤は、関中のことで、老は、老生のことである。宇文康氏は闘技に対抗するために、不平成を創始し、その軍を編成して十二大将軍、八柱国を、その指揮官とした。大将軍、ハ国には、ムカワ出身者をつけ、 これが正義とそれを受け継いだ、北州の支配者集団となる。その人員については皇術の柱国、大将軍を参照。北州の武帝は北西を滅ぼして、河北を統一するが、念願の南北統一を前にして病死する。その後を継いだ宣定は、貴強な人物であり、即位後すぐに幼子の剪定に位を譲り、宣定自身は大乗校として、 好き勝手な法律にふけるようになった。先帝の皇后の父で十二大将軍である要件が厨房を集めるようになる。要件は要主の制定より前条を受けて隋を立て589年に南朝鎮を滅ぼして中国を統一する。革命が起きたとはいえ隋の支配者集団は変わらずに赤老系であり要件の皇后独古キャラは 八柱国の独孤心の娘である。これ以外にも赤老集団内では複雑な隕石関係が結ばれており、互いの間での関係を密にすることでより力を高めていた。隋は、妖玄関の反乱を機に全国で大反乱が起き、その中で、八柱国の離室の彦であるリ密、同じく、やは国のリトラの孫であるリエも反乱に参加する。 李縁は、矢柱国の家系であるというだけではなく、独孤心の娘を母としており、いわば、赤老系の中で最上級の血縁を持っていた。このことにより、赤老貴族集団の強い後援を受けられたことが、李縁が簡単に、大工場を奪取し、最終的に総破戦で勝利した理由の一つだと、見られている。隋が滅び、唐が建国されたが、支配者集団は変わらずに、 赤老系であり続け、初頭の主要な地位を持った者たちには、赤老系の者が多数を占めている。政権を握った赤老貴族集団は、自らの地位を確固たる者とするために、貴族性の再編に取り組む。当時は、南北朝時代から引き継いで、価格の上下による人間の上下の思想が強く、残っており、当時最も価格が高いとされていたのが、三島の祭祀、露シ。 李氏、帝氏の四世であった。高素李縁の後を継いだ大層は、貴族の価格を九等に分ける、氏族氏の返算を命じ、一等に、等の皇族の李氏二等に、独古氏、当氏、長孫氏の外籍をつけ、赤老系こそが最高の価格であると、公認させた。この赤老貴族集団の支配体制が覆される、契期となったのは、 武則天による過去出身者の登用である。体操史後、赤老系の領袖といえる町村向きが抗争を要して先権を振るい反対者を排除していた。武則天は抗争を自らの美貌で牢絡することにより、町村向きを追い落とした。武則天自身も赤老系の出身ではあるのだが、主流には遠かった。そこで、武則天は権力を掌握するにあたって、 赤老系が政権を握っていることに不満を持つ層を味方につけた。その中には性質の悪い者も,もかなりいたが、華僑出身者の能力がある者が不足点の周りに集まった。華僑はすでに随外から行われていたが、赤老系が支配する宮廷では、華僑出身者たちは行為の役職につけないことが多かった。不足点はそれらのものを積極的に登用し、 自らの政権を固めていった。武則天の武周長は、武則天の追いにより頓挫し、その後の元僧の即位により、赤老体制が再び復活することになる。元僧も、地政初期には、武則天の登用した華去出身者を使っていたものの、中期以降は、名族のリ林リポなどを使うようになる。その後の安史の乱、牛利の闘争などにより、貴族の優位性が崩れ、 過去官僚の進出が目立つことになる。その後の構想の乱により、党は大幅に国力を消耗し、赤狼集団も姿を消すことになる。ありがとうございます。